瀬戸町は愛媛県の南予地方、佐都崎の先端部近くにあった町。2005年4月1日、西和郡伊方町、三崎町と合併し、新たに伊方町の一部となった。佐都崎半島の先端部近くに位置し、三崎町と伊方町に挟まれている。集落は、瀬戸内海側と上海側に分かれており、町内の地域間の交通の確保が課題となる。 両線では、風景が良く、風力発電が行われ、風車が林立する姿は、新しい景観を形成している。佐田崎半島、佐田岬崎半島は、最も狭くくびれた箇所での幅は 1km に、満たないなど細長く、その両線で、瀬戸内海と上海を分けている。両岸とも急傾斜地が海に落ち込む地形であり、平地は乏しい。とりわけ、 瀬戸内海側は曲がりくねった海岸線を形成し、磯海岸が主体ながら三津江湾などの入り江も形成している。上海側は出入りが少ないが、ほとんどのところで断崖がそのまま海に落ち込んでいるほか、大久、川の浜などの砂浜も存在する。三津江湾は太平洋戦争開戦前に海軍の潜水艦訓練基地として使用された。これは真珠湾に 形が似ているためとされる。平成の合併人口規模や今後の行政運営を考え合わせると合併は避けて通れない道として重要な行政課題となった。なお、議論の中で合併の枠組みについては、瀬戸町では東に隣接する伊方町と行動を共にするという基本線に終始した。結局、伊方町、瀬戸町、 三崎町の山町の新設合併となったが、合併後の名称は旧山町の一つと同じ方町となったほか、役場も原子力発電所があり、財政力を有している旧井方町内に置かれることとなった。岡山県瀬戸町と姉妹都市であった。集落は瀬戸内海側と上海側とに分かれるが、役場などがあるのは瀬戸内海側の三机集落である。ここには、 主要な行政関係施設が集積しているほか、小さいながら商店街も形成されている。中学校、小学校、町内に鉄道はない。最寄り駅は、八幡浜市の JR 四国八幡浜駅。国道剣道観光地、名所名産。ありがとうございます。